どうもみなさん、日本語で実況プレイをしているアメリカ人コーテツスティールです。これは初めての質問コーナーですね。まあこの前にローリングサンっていうゲームをやっている時にちょっとだけ自分のことを話してましたが、やっぱりこれは初めてですね、このような動画で。皆さんからいろんな質問をいただきましたので、せっかくですがやりましょう。ナンバーワン、今一番したいゲームは何ですか？いやー、したいゲームいっぱいありますが、やっぱり一番したいゲームだとマリオメーカーですね。 Wii U 持ってないので全然できなくて、どうしてもやりたいのですが、まあ、いつか買いますが、それ以外、アウトラスト2、楽しみですね。そして、For Honor、For Honor かな ?Honor? 発音、どうだろうわかんないですけど、それも面白そうなゲームで。で、ナンバー2、なぜ日本語で実況しようと思ったんですか？それはですね、もともと英語でしようとしたんですが、なんでしょう。正直に言うと、英語でやろうとしていってる人が多すぎるので、入りにくいっていうか、やりにくいっていうか、まあ、人が見に来てくれない。ような。で、ある日本人の友達ができたので、その日本人の友達と一緒にゲームをやってて、その二人も、まあ、実況プレイっていうより生放送とかよくやりましたので、やってましたので、まあ、それはきっかけかな。一応ある日本語の動画を投稿して、日本人がびっくりしたかな、そのような動画があるなんて。まあ日本語でやってる外国の方があまりいないのでね。ではナンバー3、お仕事は何でしょう？今お仕事はありません。バイトならありますが、チューターですね、チューターで、この前にね、お仕事ありましたが、いろんな、まあ、家族の健康の問題でね、例えば、母が、まあ、半年前亡くなって、そしてね、今、家族のうちに戻ってしまったんですが、祖父の健康もそんなに良くなくて、お手伝いみたいなこと、掃除とか料理とか、他のいろんな、なんだろう、よろずやみたいなことかな。で、次は、ナンバーフォア、PC は小さくですか？そうですね。まあ、もともと、雑誌で、なんかカタログで買ったものでしたが、パーツずつで、一部ずつで、変えてきましたので、まるでフランケンスタインのモンスターみたいなものになってるんですけど、そうですね。誰か PC を買うのなら、ま、やっぱり、小さくの方がいいですね。安いし、まあ、好きなものを入れることができるし、おすすめですね。そして、まあ、その質問にもう一つの質問ついてますね。あと、スライムランチャー以外のおすすめのゲームを教えてください。まあ、それは質問じゃないですけど。まあ、質問っていうよりリクエストでね。そうですね。シミュレーションだったら、やっぱり、YouTuber's Life ですね。それもなかなか面白いゲームですね。そして、日本語サポートありますね。ナンバー5。スライムランチャーで一番好きなスライムって何？
合体？それが、普通のスライム？普通のスライムだったら、いや、難しいよ。てれてる水スライム好きかな。でもハニースライムも好きですね。合体だったらわかんないな。言いすぎで、ホタルスライムが混ざってる何かかな。それ答えになれないと思うんですけど。そして最後にナンバーシックス、なんでそんなに日本語が下手なんですか。おいおいおい、なんでこのような質問が入ってるわけ。そうですね、まあ初めての質問コーナーなのでそんなに長い動画になりませんが、これ以上の質問コーナーの動画が欲しかったらぜひいろんなコメントしてください。いろんな質問ください。では今回の質問コーナー見ていただき、聞いていただきありがとうございました。では次へ。